滝沢秀明、若い頃の伝説エピソードがすごすぎる。滝沢秀明さんは今はジャニーズ事務所の副社長を務めています。ジャニーズ事務所のタレントから副社長へ抜擢されるのは極めて異例のケースです。滝沢秀明さんの若い頃の伝説エピソードがすごすぎるとの情報があります。この記事では滝沢秀明さんの半生について調べました。また滝沢秀明さんの若い頃の画像集もありますので、最後までご覧ください。経歴。滝沢秀明さんは1982年東京都に生まれます。3人兄弟の末っ子です。しかし滝沢秀明さんが幼少期の時に両親が離婚します。母方で育てられることになった滝沢秀明さんですが、この頃は極貧生活だったのです。一つのエピソードとして餃子の具が肉ではなくてシーチキンだったという話があります。そして滝沢秀明さんが中学生の時に当時堂本光一さんに憧れていたこともあり、ジャニーズ事務所に履歴書を送り見事合格します。ジャニーズ事務所の同期には今井翼さんや嵐のメンバーなどたくさんのスターがいました。その中で滝沢秀明さんは才能が認められジャニーズジュニアのリーダー的存在になります。ジャニーズジュニア黄金期と言われた時代で100人規模のメンバーをまとめていたのですから、若い頃から非凡な才能があったことがわかりますね。それを裏付けるようにジャニーズ事務所入所後半年で木曜の怪談というドラマで初主演を果たします。そして1998年ニュースの女というドラマで人気を獲得し、1999年に松嶋菜々子さんとのダブル主演魔女の条件で人気を不動のものとするのです。そしてついに2005年の NHK 大河ドラマ義経で主役に抜擢され、滝沢秀明さんの知名度人気は国民的なものとなります。その後もタッキー&翼で活躍したり、滝沢歌舞伎で演出を担当するなど各方面で才能を開花させます。その後滝沢秀明さんのマネージメント能力が評価され、2018年末をもって芸能活動を引退し、ジャニーズアイランド社長に任命されます。そして2019年9月にジャニーズ事務所の副社長になるのです。昔の伝説エピソード、滝沢秀明さんは幼少期から極貧生活を送っていたということもあり、若い頃から早く独立したいとの思いが強かったのです。そしてジャニーズに入れば早く独立できると考え履歴書を送っています。つまりこの頃からハングリー精神が人一倍あったわけですね。そのハングリー精神と持ち前の才能をジャニーズ事務所の社長ジャニー喜多川さんが見抜き、入所後わずか半年で主演ドラマを務めたり、オーディションの面接官に抜擢されるなど異例の待遇を受けています。ジャニーズジュニア時代はリーダー的存在で、後輩を教育する兄貴分的存在でした。そのため小さいジャニーさんと呼ばれていたのです。嵐がメジャーデビューをするときに素直に喜べないメンバーがいたのですが、滝沢秀明さんは一緒に応援していこうと声をかけています。滝沢秀明さんはタッキー&翼でメジャーデビューを果たしてからも後輩の面倒を見続け、頻繁にご飯へ連れて行っては後輩の相談に乗っていました。メンバー同士が喧嘩をすると仲直りするためにキスをさせるなど独自のスタンスで後輩の面倒を見ていました。後輩と接する時も常に対等な関係になって話を聞く姿勢でいました。当然滝沢秀明さんを慕う後輩は多く、人望も厚い先輩になっていきました。デビュー当時から才能を開花し、アイドルであるとともに指導者としての役割を果たしていたわけですね。その結果30代の若さでジャニーズ事務所の副社長に抜擢されるまでの人物になったのです。若い頃の画像集、滝沢秀明さんがジャニーズ事務所に入所してわずか半年で主演した木曜の怪談です。芸能界に入って半年で主演ができる人ってあまり聞いたことがありません。当時からずば抜けた才能があったのですね。ニュースの女をきっかけに滝沢秀明さんの人気が浸透していきました。ジャニーズのタレントというより俳優としての才能が認められた作品ですね。この頃もジャニーズジュニアに所属していたのですから異例の出世といえます。女教師と男子生徒の禁断の恋を描いた魔女の条件です。
この作品は高視聴率を獲得し、滝沢秀明さんの人気と実力が世に知れ渡りました。滝沢秀明さん自身の代表作の一つとして数えられる作品ではないでしょうか。 NHK 大河ドラマ義経に主演します。大河ドラマの主演をするということは国民的俳優になった証ですね。当時の史上最年少での主演を見事に演じきり、老若男女すべての世代に人気を得ました。滝沢秀明さんは舞台にも思い入れがありました。演出も手掛け、芸能生活の集大成といえるのが滝沢歌舞伎です。ジャニー北川さんもかなり期待されていました。主演も務め演出もするわけですから、才能の塊ですね。まとめ、滝沢秀明さんは幼少期に極貧生活を過ごしてきました。しかしジャニーズ事務所に入るとすぐに仕事が舞い込んで、順風満帆の芸能生活が送れましたね。その一方で後輩思いで常に良き相談相手として寄り添ってこられました。滝沢秀明さんの才能、人望の厚さからジャニーズ事務所の副社長になったことも理解できます。これからもジャニーズ事務所の発展にますます貢献していただきたいですね。